グレゴリウス13世、グレゴリウス13世、クレゴリウス1ン、1502年1月7日から1585年4月10日は、第226代ローマ教皇、在位、1572年から1585年。本名は、ウーゴ・ブオンコンパーに、学問を好み、奨励したことで知られ、その知性に、ズレが累積していたユリウス歴を廃止、 グレゴリオ歴と呼ばれる新歴を採用したことでも有名。ウーゴはボローニャ生まれ。地元の名門ボローニャ大学で法学を治め、1530年に学位を得た。その後、同大学で法学の教官として教壇に立っていた。生徒の中には、カルロ・ボロメオやアレッサンドロ・ファルネーゼなどがいた。36歳にして、教皇パウルス三世によって、ローマへ招かれ。 教会法関係の業務についた。数奇教に挙げられたのは、教皇ピウス四世の時代であり、トリエント公会議にも参加している。1572年5月、教皇ピウス五世の指揮を受けて行われたコンクラーベにおいて、ブオンコンパーに数奇教が新教皇に選ばれ、グレゴリウス十三世を名乗った。教皇位についた、彼がまず全勢力を傾けて取り組んだのは、 教会改革であった。特に、トリエント公会議の決議の実施を徹底させ、不在司教が問題になっていたことを受けて、司教や数期教は、自らの担当域に住むことを徹底させた。さらに公会議後に実施されることが決まっていた、禁書目録の作成を実行するため、委員会を任命している。グレゴリウス13世1世の自責で最も有名な、ものは、何と言っても、 グレゴリオ歴として知られる新歴の採用である。ユリウス歴のズレはすでに数百年前に、ロジャー・ベーコンによっても指摘れていたが、トリエント公会議において、教皇庁への委託業務として、新歴の研究が決定されていた。これを受けて教皇はこの業務のためシルエット数奇教を、長とする委員会を設立して検討させた。委員会の中には、東大随一の天文学者であった、 ドイツのイエズス会員、クリストファー・クラビウスも含まれており、時代の先端を行く科学的事業であった。この委員会の研究と決定を受けて1582年2月に、暦の切り替えの直例が発せられ、暦の切り替えは1582年10月に行われることになった。まずカトリックの国である、イタリア、スペイン、ポルトガル、ポーランドなどで採用され、 ユリウス歴の1582年10月5日が10月15日に改められた。プロテスタント諸国は当時、小読みであってもカトリックの影響力を受けるのは不本意としてグレゴリオ歴を受け入れなかった。また、聖教会にあっては、教会歴の変更は、方針例の日時に多大な影響を負るものであり、ローマカトリック教会の独断で、教会歴が変更されることは、 受け入れられるものではなく、新歴採用は、東西教会の亀裂を深めた。しかしやがてこの暦は、プロテスタント諸国、正教諸国を含めた、世界中で採用されることになり、現代に至っている。ただし、正教会に属する教会のうちいくつかの教会、エルサレム総主教庁、グルジア正教会、ロシア正教会、セルビア正教会、日本正教会などでは、 当該地域の世俗国家は、グレゴリオ歴を使用していても、イスラエル、ロシア、日本など、依然として、教会内では、ユリウス歴が使用されている。また、法学者として、ピウス5世時代に始められた、教会法の改定も行わせており、教会法修正として完成させた。政治的には、教皇はイスラム教国への対抗姿勢を示しつつも、 プロテスタント諸国の同行が気になっていた。彼は聖職者養成のため多くの神学校を設立し、イエズス会の教育事業を強力に後押ししている。この時代、イエズス会は多くの学校をヨーロッパに設立している。中でも有名だったのがローマにあったローマ学院である。これは優れた聖職者を養成するために設立されたもので。 あったが、教皇は、ローマ学院に大規模な援助を行い、その規模を拡張させた。教皇のこの業績はこの学校の現在も続く、名称である、グレゴリアン大学という名前に記念されている。カトリック諸国のリーダーとして、教皇が、イングランド上エリザベス一世の統治の転覆を、支援したことはイギリスにおいて、カトリック教徒が敵視される原因を作ってしまった。 1578年には、自らの軍勢を与えた、トーマス・スター・クレイに命じて、イギリスの膝元であったアイルランドへの侵攻を行わせようとしたが、スター・クレイは与えられた軍をもって、ポルトガルをセスティアン一世と合流し、モロッコ攻撃、アルカセル・キビールの戦いを行ってしまったため、きとは、果たせなかった、スター・クレイとセバスティアンは戦死。1572年8月に、フランスで、 サンバルテルミの虐殺が起こって、プロテスタント支持者たちが多数殺害されると、で、デウムを歌って神を賛美し、記念メダルを作らせている。ただ、この教皇の行動は、プロテスタントの死を喜んだのではなく、フランス王や実行者側が、この虐殺事件を、王に対する反乱の計画者たちの中殺であると、国外に巧みに懸伝したため、それを教皇が信じていたためという見方もある。 ローマにおいては、サンピエトロ大聖堂に、グレゴリウス聖堂を建築し、1580年には、現在でも、首相皇帝として用いられているクイリナーレ宮殿を造営させている。さらに、ディオクレティアヌス浴場を国葬に改造もしている。これらの資金は、教皇領内の資産を没収するなどして行ったため、貴族たちの反感を集め、当地に混乱を起きたすことにもなった。また、 愛人との間に設けた諸子ジャコモを引き立てて、サンタンジェロ城の城主、教皇両国務長官などに抜擢している。教皇の関心を買おうとしたヴェネツィア共和国は、このジャコモを貴族に加え、スペイン王フェリペ二世は、将軍位を与えている。ちなみに、天章剣王施設の少年たちは、この教皇の地政裁判年にあたる五百八十五年三月に、教皇の越見を受け、 ローマ市内でも大歓迎を受けた。なお、現存する最古の強行官は、グレゴリウス十三世時代のものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。